はい、ひがさんこんばんは。ね、fp の藤井です。えー、っとですね。今日はどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。えー、っと。まあ、同じね。比嘉さんとは合宿をさせていただいて、同じ同室ということでですね。ま、マインド合宿の同期ということと、私とまあ同い年ということで非常にね。なんかこう？親近感を湧いて。 ぜひね、仲良くさせてていいたただきたいなと思ってですねあの前回東京でお誘いさせていただいたんですが本当にあのお会いしていただいてありがとうございましたいろいろとね、あのー、スケジュールこう秘密なんでここでは言いませんけど <laughs> えっとスケジュールがね迫ってたりとかそのマーケティングのことだったりとかで大変お忙しいところだったんじゃないかなと思うんですけどです、ねまあ、何かしらなんかお役に立てたりとかしてたらいいなと。 思っておりますす、うん、はですね、あのー、非常にこう愛に厚い方ですので、えーまあ、今後スクールをねやっていかれてもですねなんか、あのー、非常にまあな逆に言うとこう信頼をね僕ができるなと思ったのであのどんどん応援していきたいなと思ってますので情報発信特にメールマガジンをやられる時っていうのはですね是非ご一報頂い,いたらですね私からも協力できることはしますで。で えー、ぜひね、ご連絡いただきたいと思います。今日はね、とりあえず、あの、沖縄に来てたっていうことで、お会いしていただいたということで、取り急ぎお礼の動画を撮ってみました。あれから、あのー、待ち人はこずということで,ですね、あの、一旦部屋に戻って今、待機中でございます。多分今から、今は11時前なんですけど、今からまた出ると思いますので、はい、あのー、しっかりね、沖縄の残りの日を楽しみたいと思います。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。